ジャンバン・レベルではフランスのプロゴルファー。1999年の全英オープンで優勝を目前にしながら劇的な逆転負けを喫したカールスティの悲劇で世界的に有名になった。アマチュアで参照を上げ1987年プロ転校し1989年より欧州 PGA ツアー参戦。1993年ローママスターズで 欧州ツアー初勝利を挙げるも、後日のカーヌスティの悲劇までは世界的には無名の存在であった。24年ぶりにカーヌスティゴルフリンクスで開催された大会は各選手がカーヌスティ特有の深いラフに苦しめられスコアを崩す中、バンデベルデが首位に立ち最終日を迎えた。最終組で回ったバンデベルデは17番ホールを終えた時点で2位に3打差をつけ、 メジャー初優勝は確実と思われた。最終18番、ティーショットで右に大きく曲げて、隣のホールへ。無理して、グリーンを狙った2打目は、観客席を直撃して深いラフの中に入ってしまう。そして3打目、ダフリニミのボールは無情にも、クリークの中へ。すっかり冷静さを失った、バンデベルでは、裸足でクリークの中に入って、水切りショットを試みようとするが、 無謀なのは明らかで、結局一打罰を払い、五打目にかけることとなる。五打目もクリークを超えたもののバンカーに捕まり、結局6オ音一パットのトリプルボギーを叩き、プレーオフになってしまった。結局プレーオフで、ポール・ローリーに敗れ、まさかの大逆転負けを喫してしまった。このゴルフ史に残る逆転劇は、カーヌスティの悲劇、バンデ、ベルデの悲劇として、鮮烈な印象を残し、 バンで、ベルデのキャリアの代名詞として語り継がれるようになった。貴族出身で、親戚は、お城を保有している。1999年の全英オープンで負けた際のインタビューで、たかがゴルフじゃないか。何をそんなに騒いでいる。と答えたと言われている。実際は悔しかったらしく、仲間と朝まで飲み明かした。ありがとうございます。